速稼ぎの久保です。今回の動画はですね、ウォートークンで損をした人、例えば50万損した、100万損した、300万損したっていう方がいらっしゃると思います。まあ今の時点で損をしたと確定することはできないと思いますけども、まあ、この現象を考えると入れたお金は返ってこないと思った方がいいのかなと思います。むしろですね、そのお金をなんとか取り戻そうと思って時間まで失う、さらなるお金も失うっていうのは非常にもったいないんで、ここからどのようにねプラスに持っていくか、この経験をどう生かすかってことをもうね、次の第一歩としてすぐ考えた人の方が結果人生の中でお金を残せるってことがねできると思うんですよ。そしてですね、ウォートークンで損した金額以上のこれから利益を出すことができる、そういう考え方をねつけていただければいいんではないかなと思います。もうあんまりね考えないとまた似たようなものを言っちゃうんですよ。取り戻すためにもっと過激なやつ行ったりとかね、もっといい情報ないかって YouTube たくさん見たりとかするんですよ。おそらくこの私の動画に来た人の中にもそういう方いると思うんですよ。ウォートークンでお金取りませんの、じゃあちょっと見てみようかなポチみたいなね、もしかしたら美味しい情報あるのかもしれないみたいな。美味しい情報はないんですよ。違うんですよ。情報をどのように美味しく料理するかっていうのは情報を受け取った人の力量によるんですよね。ウォートークンでも利益を出した人がいる、ウォートークンでも損した人がいる、他のハイプ案件でもそうですし、ハイプってのが得意でやってる人もいるんですよ。もちろんハイプに参加して紹介報酬を得て、そして簡単に去っていくっていうやり方もありますし、ハイプで自分のお金を突っ込んですぐに抜いてみたいな方もいると思います。多分ウォートークに参加した人も適度なところで利益を確定してしめしめって形でね、抜けようとしていたと思うんですよ。で自分の利益をね、利益の分だけ元本だけを保持して、で儲かった利益だけを再投資しようかなぐらいのことを考えて、大丈夫かな、危なくないかなみたいな感じで恐る恐る最初はスタートしてるはずなんですよ。これは絶対大丈夫だみたいな感じで言ってるわけではないと思いますよね。まあ、その中でね、今回ウォートークがこのような状況になってきて、実際参加する前にきちんとね考えてやったのかなってことを、私ねいつもこういう案件がある時にまとめてお話しするんですけども、まずはこういうものっていうのはギャンブルなのか投資なのかっていうふうな、ね、分け方もした方がいいと思うんですよ。でどっちにしてもゼロがありえるってことですよね。投資にしてもギャンブルにしてもゼロがありえると。入れたお金が必ず増えて帰ってくる、もしくは元本は保証されて元本は戻ってくるみたいなことを考えてやってる人はいないと思うんですよ。いるとしたらそういう方はね、もう労働市場に、戻った方がいいです。いや、労働市場でも働いた挙句給料が払われなかったみたいなことは山ほどあるわけですから、社会保険料を会社がちょろまかしてて実際自分が労災を受けれなかったとかね、そういう例はね散見してるわけなんですよ。だからね、何もかも自分に対しては保証付きで生きているって考えてるんだったら、もう社会に出るのをやめて自分の家の片隅に引きこもってるしかないですよね。その資本主義社会っていうのは計画通りにならないことや嘘をつかれることっていうのは当たり前に起きるんですよ。まあ、それはもう多分ね、何回も経験してると思うんですよね。何回も経験してきてお金がなくなっちゃって、でウォートークにたどり着いたっていうところもあると思いますけどね。さあ、ご託はこの辺にしといて、じゃあ今回のウォートークの件から何が学べるかってことをね、私なりにまとめてありますので、ちょっと参考にしていただければと思います。まずはこういった案件っていうのは余剰資金でやることですよね。余剰資金、例えば50万なくしちゃいましたとかね、100万入れちゃいましたって人、それが別に余剰資金だったら別に痛くも痒くも気にもなりもしないと思うんですよ。例えば300円なくしましたってからずっとね何ヶ月もう気にしてますかってことなんですよ。で300円の見つけ方みたいなことで検索しますかってことなんですよ。でウォートークンっていうものは最低預け入れ金額ってあったのかもしれません。私ね、実はウォートークン参加してもいないし、まああんまり興味もないんですよ。で今回だからね、ウォートークンに限らず、このウォートークンっていうキーワードを別のものに、例えばねプラストークに変えたりとか、なんとかかんとかに変えても全然応用できますんで、そのまま別のビジネスや別の投資案件、別のギャンブルに参加する時でも考えていただければいいと思うんですよ。で一つ目がだからね、言いましたように余剰資金で参加してますかっていう概念ですね。まず余剰資金だったらなくなっても痛くないじゃないですか。で余剰資金は何かっていうとね、10秒後になくなっても全く困らないお金のことです。で私だったら300円とかね、500円とかっていうのは10秒後になくなってもあんま困らないですよね。まあそういう金額でドーンといけばいいんですよ。で例えば最低預け入り金額がそうは言ってもね30万なんですよと、だから参加したくても30万預けなくてしょうがなかったんですっていう人いると思うんですけども、いやあのね、余剰資金で参加できないんだったらそれは力量に合ってないんでやっちゃダメってことなんですよ。ね、じゃないですか。宇宙に行きたいなと思っても、そのスペースシャトルはもうないですけど、スペースシャトルに乗るようなねお金がなかったら諦めるわけじゃないですか。じゃなくてもクラウンっていう車が欲しくても、クラウンを買う維持費が捻出できないと思ったら諦めて
別のね、軽自動車とか乗るわけじゃないですか。だからことね、お金のことに関しましてはちょっとガードが甘いんじゃないかなと私は思うんですよね。こうやって泣き言を言う人ってあえて言いますけども、その騙されることも込みでこういうも参加しないとダメですよ。やっぱ騙しが多いわけですから、うん、でなんで騙されるかっていうと、いろんな案件の中でこれが本当だっていうふうに信じちゃう選択肢が悪いんですよ、選択眼が。だから騙されたというよりも、人を騙すところに自分で飛び込んでいったってことですよね。別にね、ウォートークの営業を受けたわけじゃないでしょ。ピンポンってから人が来たわけでもないですし、ポストにポスティングでチラシが入ってたわけでもないですし、なんか可愛い女が連れて行かれて会場で、勧められたわけじゃないと思うんですよ。自分で好き好んで検索して YouTube 見て、動画を何回も見て、でそこにクリックしたわけなんですよね。情報発信してる人は一人で勝手に何かを喋ってるだけなのに、それを自分の都合のいいように解釈してクリックしてるだけなわけなんですよ。だからそういうふうなことをするんだったら、もう情報をね集めるのをやめて、テレビや新聞を見た方が安全です。テレビや新聞っていうのはやっぱり情報メディアですよ。素晴らしい。で情報をそれじゃ足りないなとか、もっと自分は上手に情報を使えるのになって人がインターネットで検索すればいいんじゃないですかね。はい、それでですね、次なんですけども、そのハイプ案件に限らずウォレット案件でもいいですよね。ウォートークに参加していくら利益が欲しかったのかっていう計画はあったんですかねってことですね。で、いつまでやるつもりだったのかってことですね。いつまでやるつもりだったのかと。でそのウォートークにいくら預けようと思ったのかとかね、いくらの負けだったら損失しようかと思ったのかとかね、こういうふうな条件を考えて、よし、これだったら被れるリスクだぞと。何ヶ月とか何年って決めてやるぞと。そして何ヶ月とか何年っていうのも、このプラストークンで仕組みが、プラストークンじゃない、ウォートークンですか。ウォートークンで仕組みがあるぞっていうふうな裏付けを取ったぞっていうことから始めればいいと思うんですよ。で、そういうのを全くせずに、美味しい話だけを真に受けて、リスクのこととかね、デメリットのことを全く考えずにやってるんだとしたら、それは起きうるべくして起きた結果なんではないかなと思いますよね。で、あとはですね、もうこういう状態になったらどのように、ウォートークンからお金を取り戻すってことも一つなんですけども、この事実を使ってどのように自分を復活させていこうかなって考えることも大事なんですよ。で、花屋龍馬さんって方は YouTube でいろんな方と出会えたから、例えばね、自分の投資した70万がなくなってもそれ以上のものが得れたよって形で、これね、プラスになってるわけですよ。70万円という事故を起こすことによって、そこに集まった人と関われたっていう財産をね、手に入れたっていう風に感じてるんですよ。だから皆さん YouTube やりましょうって話じゃないんですけども、じゃあ YouTube じゃないんだったらどのようにしてね、自分がプラストークに入れたお金以上の、すいません、ウォートークに入れたお金以上のリターンを作っていこうとする頭を持ってるのかってことなんですよ。その頭がない人は投資とかしちゃダメなんですよ。じゃないですかね。やっぱ投資して転んでもただで起きないっていう人が生き残っていくわけで、転んだらそのまんま終わるか、もっと危ない案件で大やけどをするかっていうことをする人っていうのは、その時代から抹殺されていくわけじゃないですか。だからそこをね、冷静に捉えて、あ、しまった、自分は今泥沼にはまってると思わなくちゃいけないんですよ。そしてあらゆるものから手を引いて、もう一回ね、労働からコツコツスタートして余剰資金を作ると。で、次の余剰資金っていうのはきちんとね、今回の動画を参考にしたやり方でトライするっていう風にしていけばいいわけですよ。こういうね、なんかね、よくわかんない投資話っていうんですかね、こういうものっていつでもありますから、焦らなくても。いつでもあってほとんどがこうなるわけなんですよ。実際にお金を残せるものって極小なんですよね。極小だからこそ情報の選別能力を高めないといけないし、検索能力を高くしないといけないんですけども、検索能力を鍛えたことなんてない人が検索キーワードを入れるだけでしょでやってるわけなんですよ。全然レベルの違う検索がありますからね。それも別に誰かに教わったわけじゃなくて、自分で考えるわけなんですよ。こういう検索をしたらどうかなっていうふうにね。だからそこまで多分考えずに、気軽にピピピッと検索してるから、気軽にさささとお金持ってこられちゃうようなね、そういうのが目の前にちらつくんですよね。情報で稼ぐことは実際可能なんですけども、情報を扱える人が情報で稼げるわけであって、情報に扱われちゃう人はいつまでたっても養分になっちゃうわけなんですよ。まあ、その辺ね、本当に私が言ったからね、腹が立つかもしれませんけども、現実を捉えて、全ての原因は自分にあったんだと、全ての判断は自分がしたんだと、全てのお金は自分の責任で投じたお金なんだっていうふうに、誰のせいにもしないって考えないと、本当同じことの繰り返しになります。で、最後にね、
私の友人である小野里さんがなんか救済プロジェクトみたいなのをやってますけども、先にお金払えってのおかしいじゃないかみたいな意見がありますけども、弁護士さんに頼む以上お金は先にかかるんですよね、手付金として。で、小野里さんがね、皆さんからのお金を集めてそれでね、儲けようとしてるっていう風な考えがもうすでにもう終わっちゃってるんですよ。だからそんなことがあるわけないじゃないですか。そんなね、なんであるわけないじゃないかって言ったら、もうね、話すのもバカバカしいというかね、そういう思考回路の人がよくやったなみたいな感じなんですよ。じゃあ最初に小野里さんから情報を受け取った時どうだったんですかってことですよね。いや、素晴らしい情報をくれた人がいるなと思ったんじゃないですかね。で、すでにもう判断違っちゃってるんですよ。小野里さんは変わってないのに、それを見る人が変わってるんですよね。だからそういうふうに移り気だと投資からも移り気されちゃうよってこともありますし、お金はやっぱりね、正直な人が好きなんじゃないかなと思いますよね。まあこうやってお金を擬人化してもいけないんですけども。で、小野里さんも別に誰かに頼まれたわけじゃないし、今回のことで取り戻そうと思ってるわけでも何でもなくって、こういうことを活動しますよっていうふうに YouTube で勝手に喋ってるだけなんですよ。で、それを勝手にたどり着いて検索の結果かね、チャンネル登録の結果わかんないですけど見に行って、で、今度小野里さんやってることに、まあ、ケチをつけるとか足を引っ張るとか、島には詐欺だとかね言うんだったら、それは自分で取り戻し計画やればいいと思うんですよ。自分一人でもできますんでね。どのぐらい膨大な手間がかかって、こんなんただでやってらんないよって気持ちになるかね、誰かにやっぱり頼まなくちゃって結局そうなるんですよ。小野里さんもだから誰かに頼まないといけないから、司法書士さんとかに頼むわけじゃないですか。で、何ですか、代理店につながる人に頼むわけですよね、韓国の方かなんか。そういうふうに頼むっていうのもコストですから、人脈ってそんな簡単にできないですからね。それこそね、ウォートークに交渉できるような人脈をこれから作ろうと思ったら、何百万何千万かかるんだってことを考えてみたら、安いのか高いのかとかね、小野里さんに乗っかる意義があるのかないのかってことは、まあ、出てくると思うんですよ。まあ、こういうメッセージですよね。で、結論をまとめますと、事故の裏で富豪は生まれるって言いますけども、事故が起きてみんなが痛い目見てる時に同じように、うわ大変だったね、ひどいねって言ってたらダメなんですよ。こっから立ち上がっていくぜみたいなね、七転び八起きですよ。やっぱり死んでもただでは起きない、違う、転んでもただでは起きないって精神を、まあ、そろそろね、もう社会に出て何年も何十年も経つわけですから、やっていきましょうっていうお話でございました。ウォートークンね、どうなるのか私はあんまり気にならないんですけども、気にならないんだけども、ウォートークンっていうねキーワードを使うとアクセスが集まりやすいんで、この動画作ってます。これが私のウォートークン利用術でございます。それでは失礼します。